まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。あんた強制発砲村らしい。はい。まあ占い師だね。まあ楽しくやればいいんじゃない。頭いて村が強けりゃ勝つんだから。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、村人陣営特に必要とございません。あの初週何喋っていいかも分かりません。ただ何か喋らないと、活性化していけないので、新旧は、新旧の進行論も分かりませんが、じゃあ6番はどういうタイプの人間かっていう、まあ、自己紹介を兼ねて話したいなと思います。6番は、結構矛盾を生じる発言してる方、怪しんでみます。で、言い間違いについては、その人目線にか、立って、落とし込めて納得できる部分は、言い間違いについては、6番で吸収しようかなって思ってるんですが、矛盾に関しては6番吸収しきれないと思いますんで、そこはあの黒要素として、マイナスポイントつけていきたいなと思ってます。こんな感じ。7番のプレイヤーは発言してください。ああ、占い師です。僕は占い師で3番白結果持ってます。まあ、6番さんは余裕がある人やなって思って、まあ、自己紹介して、そもそもがね、6番って矛盾があったときに、そこに対して、黒要素を言っていくって言ってんの？なんか余裕がある人やなって、6番さんにはね、印象を見たときには、6番は、役を持っているか強靭か、なんか狼では言わなそうだなと思いました。だから、6番は、2周目の発言で、狼要素がなければ、6番は人間で弾いていいんかなと思いました。以上。8番のプレイヤーは、発言してください。7番、強靭だな。死んじゃねえだろ。だって死んだったらさ、じゃあ、役どう動いたらいいの？役潜伏？片役で出るの？ 7 番さん。あんた死んでしょ？役どうすんの？一切言わないよね。で、6番の精査しかしてない。7番、強靭だな。ローっぽくはない。6はまあ普通に村でしょ。7番さん、じゃあ俺がローだったらどうするんだよ。あなた、死んじゃないよ。死んの動きじゃない。役に対して指示がない。俺だったら指示しようか？7番強靭出てるから、新占い師潜伏。で、7番かませりゃいいから。7番、悪いけど、あなた新じゃないから。いい？新占い師潜伏。役も潜伏でいいよ。全潜伏。で、7、俺が狼だったらそんなこと言わないからね。7番強靭、役全潜伏。9番のプレイヤーは発言してください。楽しくやればいいんじゃないですか。はい。役ですか？潜伏でいいんです。基本的に潜伏。平和村だけ出ればいい。西洋、三四洋なら釣り位置。三四洋はあんま出なくていいが。西洋だったら釣り位置に上がったら出ればいいんじゃない？はい。基本的に出なくていいです。はい。そうですね。まあ、7番は教授で適当に対面に出したのか人狼なのかはわからないですけども。6番は何なんでしょうね。まあ、矛盾。言い間違ってる矛盾の部分はどうすればいいんでしょうかねっていう。まあまあ、それは別にそこまで深く考えなくてもいいけど。こんなケースがあったらどうするんだろうなっていう。まあ、興味本位ですね。はい。まあ、どうなんでしょうね。なんか余裕がある人と言ってるんで、7、6ってなさそうだなと思いますけど、普通に、やるべきです。
はい、あっちの進行じゃなくて普通にやってみんなのためにゲームした方がいいですね。はい、1番のプレイヤーは発言してください。知ったな、ここ雑談村やった、もしかして。なんか9番ほとんど雑談話しとって9番もどうかと思うんだけど、7番さんが3番さんに白把握しました。今日に関しては8番さんを釣って8番さんの言う通り全線服でいきましょうっていうことですよね。8番さん、僕多分解釈合ってると思う。八幡さんとって、八幡さんが役職で出てきても、八幡さんとって、で、八幡さんはその後のことは全潜伏でってことでしょ？ OK、了解。そうします。2番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。9番さん、白ね。把握お願いします。今の一番さん、すごい良かったですね。そもそも7番が出てきて、8番がね、強靭だって言ったんですよ。で、これってもう視点的におかしくて、で、なんか7番以外全潜伏とかって言ってるその発言自体が全くもってムラリがないんですよね。その割には7番が役についてどうするの、そんなことを求めるんですよ、占い師に対してね、この人は。それ、その発言自体がもう8番が人類であるとしか言いようがないかなと僕は思ってますね。8釣ってもらって構わないと思ってます。間違いなく人外です。3番のプレイヤーは発言してください。8番、別に俺、まあ7番の共同精査だけわからんけど。緊急ですね。8番にそんなヘイト集まるって今疑問に思ってる。それより、2番さんって9番白なんだよね。1番って9番に対して、9番雑談しか喋ってねえな、こいつって、殴ってたけど、その1番さんが評価いいの？俺あんまり2番の席に立った時に1番って印象良くならないなって思ったんだけど、1番評価するんだ。まあ役は俺も潜伏でいいと思ってるんで、なんかよかったら騎士借りたりできないですかね。一応借りる騎士名乗っときますね。4番のプレイヤーは発言してください。それなんか意味あるのって思っちゃったけど意味あるんですかね、わかんないけど、まあ一番さんの言ってた全潜伏なら蜂釣りしかないでしょっていうのは完全同意なんだよね、俺も。蜂のやりたいことに照らし合わせると蜂釣りが真っ当になるから、いちいちその点では正しいこと言ってるなっていうふうに思ったんだけど、3も拾ってた通り、9に対して雑談ですかはちょっと言い過ぎかなっていうふうに思ったかな。9はなんかまあいろいろと言ってたから、別に雑談ってわけじゃなかったと思うよ。なんか6、7なさそうみたいな考察っぽいことも一応話してたりしたしね。っていう感じっす。まあ、蜂釣りでもいいんじゃないですかっていうぐらいには現状では考えています。なんか、3番さんが蜂をフォローしたのは若干気になってはいるっていう感じですね。以上。5番のプレイヤーは。釣りたいの？ 4 番さん。村人陣営5番です。うん。いや、1番さんが言った通り、その進行で行くなら8番さん、須村でしょと。じゃあ、自分釣られてと。ってその進行で行こうよっていうのは分かるけど、別にその進行になってないじゃん。その進行になってなくても4番さん行くんだったっけ、別にその、進行の話しなくてもね、どっちの進行でもいいです。もう8番さん釣りますってよかったんじゃない ?4 番さん、別に。なんか、そんな釣り位置というか、なんか、そうなんだ。8番さん釣りたいんだ。俺別にそんな思わないけど。で、2番さんが、なんか俺はね、これは意見の違いかもしれないけど、別に俺占い師でもないしさ、で、2番さんが占い師、で、7番さんが占い師、どっちか分かんないけど、じゃあ、占い師視点はさ、別に8番さんの意見、8番さん以降、9から5まで占い師いた場合は、
あんじゃあ別に狂人と見て、じゃあ別に潜伏してかまれてくれればいいや、俺占えるわっていうので理解できると思ったんだけどな、なんかそこまで叩くかなと思った。6番のプレイヤーは発言してください。潜伏占い師8白。ってことは、2番さんが単純に破綻、ああ、そうか、2番さん目線、九強七郎ね。まあ、落とし込んで考えたとき、まあ、8番さんっていうのは、まあ、すごい思考は偏ってたけど、まあ、7番が役について進行しなかったとこに対して、いや、8番が占い師だったとき、それを、役について言うから、それをいわゆる7番が偽だっていう反応でしょ。まあ別にそれはまあいいんじゃないかな。7番落とし込んだときわかるなと思ってた。で、3番さんの組み取りが好きやなって思ってて、3番さん、まあ1が9叩いてた。いや、2番が言ってた1のいいところは そっから以降の話だと思ってる。それって、4も5も、いいねっていうふうに言っていたから、うん、それは間違いなくて、3番の組み取りが甘いなって思ってる。2が1を評価してる部分はそこじゃないから。まあ、結論何が言いたいかっていうと、3仕様ならもう完全にこれは釣り切りなんじゃないですか。釣り切りでいいんじゃないですか。ただ5番さんの指摘していた通り、まあ4、このあの状況下で、まあ8についての言及はまあおかしいし、まあ3番の狩人と借りときますねの意図が全然汲み取れないな。なんか結構3番ちょっと怪しんで見てんだけどな、6番は。まあ、今日裏返しどれから行くかっていう話ですよね。792の話聞いていきます。でいいんだよね、ちょっとあんまり進行分かってない。占い釣り切り7番のプレイヤーは発言してください。5番が狼だったら怖いなと思ったね、5番からそもそもこの4番に言ってることとかめちゃめちゃクリティカルやなと思ってるから、まあ5番はなんか人間っぽいなと思った。そうなんよ、1番ってそもそもがね、8番が引きし、ね、飛躍を透かしているから、ここに対して8番がね、自身がね、8番自身が死んだて、そこに対して役は潜伏してくれってここ言ってるから、だから8番を殺したらいいんじゃないかって言ってるから、なんか4番から1番に向けてるもんってそもそもがちょっと違うんよね、評価の仕方が。だから5番から4番ってまあ理解かなと思ってるから、だから5番が一番人間っぽく見えるなと思いました。なんか俺ね、8番さんはね、結構ね、連れていけねえなと思った。なんか、無駄にぶったたいてる様子見たときって、なんかこの人、多分頭が硬い人なんやろうなと思いましたね。はい。だから、8番さんも連れていけねえなと思いました。はい。どうなんだろうな、結構なんか4番が狼臭いなって僕の中では思ったんやけど、まあ9番、3番に関しては僕は知らないですね。知らないですね。狼か狂人かって分かんないですね。まあ6番は結構なんか役を透かしてる人物やなって、僕は余裕がある人物やなと思ったから、6番に関しては正直なんかあまり狼には追っていないですね。まあ8番6番5番ここに人間を着た時に、まあ4番1番にラスルゴルンだなぐらいじゃないですか。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。初週に言ったね、7番が真なら相方とかその他の動きをどうするか一切言ってないんだよ、7番は。じゃあ、あなた目線は3仕様だよ。9番と2番が占い師出てるのに、あなたが真だったら、じゃあ2級は進路、どっちが強労で、どうなのよ。で、ラストルフはどうなの、何も言ってないんだよ、あなた。そんなシーンいないよ、あなた強人では絶対。俺の目線、ラストルフは4。俺ずりないから、4番さん。何をもって俺ずりなの。全く、俺ずりの理由はないから。ラストルーフ4、7番狂人、2級進路。難しいな。2番も俺釣りか。3番ハンターだよね。ハンターどうする？ 3 仕様釣り切りだよ。7番あんだ、あれだよ。あんなシーンねえから。ちょっと追加させて。7番のシーンはない。7番がこれでシーンだったら俺負けていいから。
7番が真なら俺負けていい。これ強人絶対。ローっぽくはないんだよな。ローっぽくはねえ。で、ラストウルフ絶対4。俺釣りはないから。4番目線、なんで俺釣りなの？それ説明して。俺のどこがローなの？俺のどこが強なの？ 3C よなったよ。俺の強ないよ。俺やってもローだから。なんで俺釣りなの？で、1番はどうなの？ 3 番はどうなの？ 5 番ローなの？ 6 番なの？一切言わずに俺釣りでしょ？ 4 番おかしいから、これラストウルフ。だけど、3C を釣り切ります。7番釣って、2番か、2番が死んだ。2番が死んだったらさ、俺釣りにいいから言っとくけど。24、24ローロー、7強、9進か。俺を釣るってないから言っとくけど。狼だったら俺が村見えてるから釣りあるけど。俺の動きが強靭に見えるんならいいよ。でもおかしいじゃん言ってんの。24ローロー。7強。今日はまず7番釣ります。これ絶対陣外、芯ないから。9番頼む。9番のプレイヤーは発言してください。7番でいいですよ。みんな聞いてたと思うんで。9、3どっちが新強か、あ、わかんないとか、強人かわかんないか。あなたの渋崎3番じゃないの。うん。あ、言い間違いしたんですか、2番と。あ、そんな言い間違いしないんですよ。私が8番のことを強人とは言わないんです、絶対に。はい、おそらく7が強人でしょう。あなた視点確定人外の2番に投票しなきゃダメですよ。強人否定してくださいよ。ね。そういう演技してください。9番には票流れません。2番は多分ローでしょう。7番に行かないと設定上おかしいですよ。でも7番の子誰もが見ても強人で見てるから、もう俺が死んでしかねえんだよ。出現してる7番。実質破綻に近い2番。2番って素敵ですね。7番が対抗なのにそれを叩いてる8番がおかしいって。ああ、じゃああなたは7番のシーン認めてるんですか？はい。はい、もう試合終了だよ。7捨てに、はい。1番のプレイヤーは発言してください。あれ ?2 番って急シェルじゃなかったんか。急シェルじゃなかったんか。急シェルやんか。なんじゃん。ええよ。俺別に普通にリア強ムーブしてて、8番釣ろうとしてたのに、なんかみんなめちゃくちゃ組取るからな。気色悪かったで、みんな。俺ね、普通に1リア強として8番のこと処刑しようと思ってたのに。何言ってんねやろと思って聞いてたで、みんな。俺がそんなにいいと思って、なんか言ってるわけないやん。なんか8番の飛躍が透けてるからとか7番言っとったけど、知らんからそんな。何も考えとらんわ。とりあえず適当に8番ずっといて、みたいな感じや。1リア強として、この村盛り上げようとして、8番も盛り上げようとしとったやろ。で9番雑談みたいなもんやろ、あんな。なんか、キーフはなんか、マット作られてるくらい、なんか YouTube とかで。2番のプレイヤーは発言してください。8番が分かんなくなりましたね、2周目。もうこういう人なのかなって思い出しましたけど、発言内容的にはね。そもそも7番が強靭である要素って何ですか？分かる人います？いないですよね。その7番を強靭で、しかも9番までもが7番が強靭だって言ってるんですけど、誰か7番の強靭要素を上げてください。そしたら7番は狼です。で、9番が強靭なんですよ。ただこれって僕しかわからないことだから、他の人はわからないはずなんですよね。だから8番が1周目で7番が強靭だって言ったのは、それがなんかその3で囲われてて、相方がね。だから3パチかななんて思ってたら9が出てきたんで、だから8番が本当に村でそれやってんだとしたら、村にないですよね、本当に。何が自分が釣られる、この場面でも自分釣られるんですかとか。いや、あなた、その狩りとか役の進行を占い師に求めておきながら、村の信仰が分かってないのかなって思っちゃいますね。だからなんか、本気で言ってるのか分かんないです。人外で言ってるのか、本気で、そして4番が狼だって言うんだけど、4番の狼予想があんまり分かってこないですよね。やっぱり普通に7、8かな。7番も自分が釣られると分かっておきながらの、この8番との発言でのライン切り。7、8はかなり濃く見えましたけど、ただ8番が、8番単体で言ったら分かんないですね。3番
のプレイヤーは発言してください。2番が強靭で7と9に進路が走ってそうだなっていう精査を今僕はしてます。8番に関して釣りをしたいって言ってる人物が何人かいたけど、俺は8番に関しては役は人外だと思ってるから、8番一本指定してる1番とか4番とかは結構怪しいかなって思ってる。わからんけど。8番の進行論って役職は潜伏していいですよ。そういうふうに役の進行を言わない7番が偽ですっていう発言だから。8番の役職は捨てきれないと思ってて、8番が仮に人外の時って7番を怪しむが狼ではない狂人だっていう主張から7番8番狼あるかなって思ったけど、現状盤面的にはそれがないので8番を釣りたがってる1番がわからんかったなって思ってます。あと1番の2周目全然わからんかった。8番がリア強として発言をしてると思ったから8番を釣りをしました。何その取ってつけたような言い訳って思ってるから、グレーサイクロイチ1番かな。2番のおかしい点が、2番が急白持っているときに、でその状況って7番が占い師で出てる状況でしょ。8番って曲がりなりにも7番をぶったたいてるから、ライン切りを追って7、8とかいう精査を落とすならわかるけど、なんで8番を叩いた1番が印象良くなるんだろう。8番って印象いいはずでしょ、2番目線でって普通に思うから、2番が1番偽かな。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、結論から言うと27が偽で9が真かなっていうふうに思っています。7番さんに関しては、まあ、俺の意見がわからないって言ってたんだけど、いや7と意見一緒だったっすよって感じだよね。8連れてけないから釣りたいって言って、で7、4のこと怪しむんですかっていうふうに思ったから、7が4疑う理由がガチでわからんかったから、まあただただなんか殴られてるとこ疑っときゃいいやろっていう感じにしか見えんかったし、2番さんも視点が狭すぎるなっていうふうに思った。8にしか触れてないのってありえんなっていうふうに思ってたから、まあ9が真かなっていうふうに思っていて、まあ、3号あたりが8の評価集して最終的に勝とうとしてるのかなっていうふうには現状では見ててるかな。8の1周目ってそんななんか村要素拾えるも、村要素っていうか擁護できるものではなかったと思ってるからっていう感じです。5番のプレイヤーは発言してください。まあ9が真っていうのは意見唯一あるけど、俺言ってくよ、みんなメモ取んだったらメモ取ってね。うん、今のところね、今のところ1日目の2周目、の俺の思考、1番さんスムラ、2番さん、人狼、3番さんハンター、4番さん人狼、俺スムラ、6番さん、カーリー、7番さん強、8番さんスムラ、9番さんシンっていう目線でマークつけてます、今のところ。うん、だから2番さんがなんか周りグレー触れたくないなっていう感じがちょっと伺えた。でも4番さんが今2番さんに対しての意見は視野狭すぎっていうのは、うん、分かる。今の意見で、うん、分かる。で、3番さんに対してなんだけど、1番さんさ、リア、1番さんごめんね、2日目、意見聞こうと思うんだけど、ごめんね、俺の聞き間違いだったらなんだけど、リア強ムーブしようとしたって言ったのは、1番さんがリア強ムーブしようとしたっていう感じでいい？俺、聞き間違いだったらごめん。2日目、話聞こうかなと思う。うん。で、俺はね、じゃあ、人狼と思ってる2番さん行けばいいじゃんって言うかもしんないけど、俺は何も分かってない7番さん行こうと思う。まだ人狼残した方が、なんか黒見えやすいかもしんないし、いやもしね、俺スムラだから、うん、黒打つなら黒打って、の方が占い師分かりやすいわ。うん。って言っとくね。偽の占い師に。真の占い師は占なくてもいいよ。俺スムラだから白しか出ないよ。うん。言っとくわ、ちゃんと。で、思うから、人狼だったら黒出しやすいでしょ。2番さん黒出しやすいでしょ。で、俺は7番さん行く。うん、1番、俺強靭で行った方がいいと思ってんだよね。だから、みんなは強靭と思ったとこ行った方がいいと思うよ。うん、2周目色出やすいでしょ。で、俺は勝手に思ってます。だから7番さん行きます。ごめん、7番さん。意見、なんか俺の意見に合ってたかもしれないけど、俺は7番さん行くね。投票を始めてください。あれや、オラじゃないべ。ここからが遠いね。まあ一応4番占ってみる？
白かもしんないけど、村が、多分この村って、その方が多分いいんでしょう。多分最適なのを占わなきゃいけないからな。最適な。7番。もう強靭でしかねえだろ、7番よ。笑うレベルで。してる構図が結構ね、人外臭いなって思ったけど。だって5番の中で7番に、あの、芯見えてるだろ、絶対。だから今、7番から5番に対して共有してるところに関して、まあ理解はできるんだけど、7番行きますの思考があまりね、なんか、結構人間だろ、投票がよ、うん。なんか俺ね、4番からこの3番から1番とか向けてるもんというよりも、なんか4番が1番に向けてるもんって、若干なんかずれてるもんがあったから、だから5番から4番に向けてるものって理解ができたんよね。で、俺結構ね、盤面精査するんですよ。そもそもが人間を弾いたときに、まあ、8番、6番、5番、この6番っていう人物を測ったときって、まあ、役を持ってるってなったときって、そもそもが5番の発言、一番人間っぽいなってなったときに、4番、1番、ここに対して狼しかないんですよ、僕目線って。だから、8番のね、思考がね、硬いんですよ、8番さん。だから、変だなって8番さんには思った。うん、8番の中で、あの、そもそもね、7番に対して、角に、7番強靭じゃないんかって言ってるけど、あの、何、役職に対してね、どうしてほしい、こうしてほしいってね、問いかけたとしても、そもそもならんやん。だから、8番から7番に向けてるもんって、若干ね、過度なんや、そもそもが。だから、まあ、自身、まあ、8番が7番に対して求めてるものは理解してるから、だから俺8番は人間で弾いてるね、そもそもが。だからそこをね、共有してほしかったなって、8番さんには思いました。はい。まあ、ラス、あ、9番は狼なんだろうなって。4番を。夜が来ました。目を閉じてください。4番占ってみる？占い師は関係ねえかもよ。あ、4番白ね。はい。4白。見る相手を選んで。4白。どうすんの？ 4 白で。どうすんの？ 4 番白だよ。普通に白でしたよ。村が怪しんでんだろ？朝が来ました。昨夜死んだのは一番。ハンターは発砲。3番のプレイヤーがハンターに道連れにされました。村人。